質の高いこの介護サービスを実現するためには現場で頑張っている皆さんの話を直接聞かせていただき、ここが大事なんだというポイントをしっかり押さえた上で政策を進めていかなければならない。小規模の目的は24時間365日の施設の安心を自宅でも可能にし、住み慣れた自宅や地域で自分らしく暮らしを続けることを支えるということです。コロナ禍の今だからこそ、人生会議 ACP が多くの方に周知されて普及していくことが大事ではないかと。処遇改善の取り組みによってですね、介護職イコール給料が低いというイメージは少し払拭されつつあるのかなというふうに感じております。今後は専門性の高い介護士の育成というものも求められてくると思います。それには介護士の処遇改善はもちろん、将来設計を立てられるキャリアパスの構築をすることで介護職に魅力ややりがいを感じながら働くことができ、人材確保へつながっていくと思います。タブレットを導入いたしております。導入による効果といたしましては、事務処理時間が削減できました。本来私たちが大切にしているお客様のケア観察に時間をかけることができております。大切な介護の仕事で頑張っている皆さんができるだけ生きがいを感じて頑張っていただけるような環境整備、条件整備、こんなことを考えていかなければならないと思います。高齢者の皆さん、また地域の幸せのためにまたご努力いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。